2024年4月28日、5チャンネルにこんなスレが立った。結局、地流って誰なのか、馬鹿にされ、自業自得と言われ、現代の差別のど真ん中にいる人たち、男の 25% を占める、弱者男性の悲惨さ。何が地流なのか、早速スレを見ていこう。地流という新しい別称。地流とは、牛丼屋で、三色チーズ牛丼を注文する若い男性の自画像が、発達障害者やオタク、ネクラに多そうだという偏見から広まったものである。もともとはイラストを描いた方の自画像だったが、次第に差別意識を表明するものによって転載されるようになった。もしこれが男女逆転していたらどうか。三色チーズ牛丼を食べていそうな女は、情けで優しくすると急につけ上がる、距離感の詰め方が異常、仲良くなっても面白くなくて不快。などと書いたら炎上必至だが、少なくとも2024年4月現在、男性相手ならそうならない。むしろ、チーグーはネクラな男性、コミュニケーションに難がある男性を迫害する言葉として、ネットに定着した風ですらある。男性差別は、今も笑いの種だ。チーグーとは、男らしさを持たない男性に対する烙印なのである。男らしさから降りることも許されない。では、そのような男らしさを強いる、男性社会から降りればいいではないか。というのも、よくネットで言われていることだ。しかし、これに対しても反論がある。2023年に、男らしさから降りればいいという、SNS の投稿があった。その投稿を見たある男性が、だったら、怖い人に絡まれた時に、怯えて逃げる男性と添い遂げてほしいと反論が届いたのだ。それに対して、元の発言をした女性は、それは弱い男ではなく、卑怯な男だと切り返した。だが、そうだろうか。土壇場では男は女を守るもの。そうでなければ卑怯であるという前提がそこにはないだろうか。女を置いて逃げる男は、男ではないと認識していないだろうか。みたいな見た目してるキモータは昔から叩かれてたから言葉変わっただけじゃね。中学生みたいなダサい髪型して眉毛ボサボサ黒縁メガネみたいなのキモータのテンプレじゃん。そら強いか弱いかで言えば弱者男性になるわい。みたいな典型的な陰キャのキモータって見た目してたらそりゃ女からも男からも好かれんだろ。被害者ぶって弱者男性とかいうレベルじゃねえだろ。コンタクトに変えて美容院予約しろ。キモい、チーグーって。男の 25% というほど少なくない気がする。要するにあれだろ。男の障害未婚率がそれぐらい、チーグーは淘汰される生き物。すき家に一回も入ったことないからこの言葉でそのメニューを知った松屋派。吉野家でもあるで。日本人男性は生まれたハンデがあるよな。マジで女に生まれたかったわ。あんなバカそうなのに女ってだけで幸せそうだもんな。日本男は最下層だともうそろそろ気づいた方がいいだろ。そのバカそうなのに幸せそうな女って例えばどんなやつよ。そういう女はコミュ力高いだけだろ。男性でもコミュ力高ければ楽しめるし。今チーグーの対局ポジションにいるのはおそらく高齢婚活女子だな。弱者ってのは思考弱者、思考力弱者じゃねえの。典型例はチンピラとバカ女。残念ながら見た目で決まることが多い。残念ながらその人たちは子孫を残せる。チーグーは子孫を残せない。チーグーとか実際に使ってる人たちって、以前はアスペ、糖質、最近じゃ境界知能とか多用してそう。ああ、なんか自分のこと言ってんのかな。てくらいごちゃんや X で連呼してるのいるね。すき家吉野家のチーグー売り上げどうなんだ。願い明示ついちゃったが。チーグーは実は勝ち組なんで、気にしてない。ファッションにも金かけないで女にも金かけないので金と余裕がある。こんだけ可処分所得減ってるのに女の尻追いかけてファッションだデートだ。やっても女は気に入らない男は友達止まり。で金に余裕なし。イケメンホストとかちょい危ない男に女が引っかかり貢ぐ時代。でもリリちゃんにいいように転がされるタイプの格好のおじになりそう。被害者誰も海外売春で稼ぎにも行かないし、自殺すらしてない。自己破産もおらんやろ。さらに殺傷沙汰にもならない。ホス狂いと違って、あいつらにとってははした金なんだよ。そもそも牛丼にチーズって合うのか？チーズが合わん食い物のが珍しい気がするけどな。まあ食べ物のチーズは普通にうまいよ。割と売れてるメニューだし。チーズとカレーと温玉に頼るのは、飲食として負けだと思う。まあ、どれもこれもトッピングでうまいわけだが。安くてうまい組み合わせが正義なんだよ。まあそんなの食ってるから弱者男性と言われたら返す言葉がないが。こうやってレッテルを貼られてストレスや不満を溜め込んだ弱男はネトウヨに代表されるような扇動されやすい層になる。チーグーだの子供部屋おじさんだのといった定期的に作り出されるレッテルは、ストレスを与えることによって権力側が操りやすい層を作り出すのに有用な道具となる。三条みたいにね。意識高い系、チーズ牛丼、肉チーズご飯の組み合わせ、ねえわ、意識高い系、ドリア、肉チーズご飯の組み合わせ、うめえ。なぜなのか。日本人は世界一性格が悪いから他人をやゆこばかにする表現をこしらえるのが得意だよな。だから落ちぶれてるんだよ。
チーグーは海外だとソイボーイやナードに置き換わるだけだぞ。むしろ海外の方が弱い男への叩きが多いし、オタクが弱い男を叩き追い込む。それを男性は優しいと思い込んでるから悲劇が起きる。何も期待するな。だね、わざわざ男に任せなくても、女は女が守ればいい。文系はもっと垢抜けてます。理系こそがチーグーです。理系チーグー、インフラと海洋を支えてくれてありがとうございます。感謝だよな。これって出自はともかく女が反撃しない叩きやすい層を狙って悪口憂霊のあれの標的になってるそうでしょ。連呼してるの女の方が多いイメージあるけど、言ってる方の醜悪さが冴え立ってるだけに見えるんだよな。キモオタからグレードダウンされたの女は気づいてないんだよな。チーグーというのはやばい言葉なのに自分で作ってる言葉はひどいから差が際立つようになったな。チーグーってリアルじゃんな。すべての筋力が落ちたような無表情が音猫背な体格して、SNS は女アイコンやゲームじゃ女アバターにして男は強くあるべき女は弱くあるべきという概念にとらわれてるのが尻滅裂なんだよな。男の弱さを否定したら弱い自分がさらに苦しむだけなんじゃないのか。意味不明。やっぱ発達いってるやつってチーグーフェイスなんだろうな。チーグーとバカにしているけど、名付けたやつも同じ牛丼屋で食ってたわけだろ。つまりそのチーグーと近い部類なのでは。牛丼屋は客層が悪いから正直最近は行かない。中卒をバカにするのは高卒、高卒をバカにするのはエフラン、マーチをバカにするのは総計。人間ってのは大体自分よりちょっと下をバカにする性質がある。かけ離れすぎているとバカにする対象にすらならない。ほほうなるほど、それは鋭い考察だな。自分より下ではあるが割と自分に近い存在だからこそ警戒心からバカにしたくなる、ということかな。かけ離れていたら安心できてしまうというか。童貞なのに偉そうな奴のこと。まさにそれやな。弱者男性、フェミ用語だからな。これとセットになってることも多いよな。相手が反論できなくなるまで連呼してれば勝ちみたいな戦いを始めてる。対面なら今風たかんでるのかもしれないけど、周りから見たら自らの下劣さをアピールしてるだけにしか見えない。論理戦で戦ってないんだろうけど、イメージ戦でも負けてる感。絵のイメージ的に理系のモテないキモい学生って感じだな。ダサいメガネと髪型なんとかしたらチーグーから脱却できるんでは。どうせ1000円カットとか言って安いメガネかけてんだろ。引率で研究者になれば年収1000万円は硬いから、女性はチーグーこそ狙うべきだよね。むしろ見る目があるとまで言えそう。尽くしてくれそうだし。村田製作所の田中さんみたいなダイヤの原石が、チーグーの中に隠れてるからな。ただのサラリーマン証券マンで資産800億の人もコフトリコ同時チーグー風だったな。奥さんもメガネ地味子。弱男かな。高学歴理系にいそうじゃん。下げすみの言葉として仮想設定の一番うだつの上がらないやつって感じで使ってるだけだろうしな。チーグーってネットでやたら攻撃的なイキリオタク指す言葉じゃなかったっけ？壁ドンみたいに意味が変わってきてるのか。そうなの？最初に知ったのは龍がごとく作った人がバカにした感じで使ってたのは覚えてる。チーグーは恋愛結婚もせずにどんな人生を送るのやら。恐ろしいのはこのモデルの人は世代的に親が恋愛結婚して生まれた子供だってことよ。恋愛ではなくて、グループ交際で溢れた同士の結婚で額が美しくない。なんでわかるんだ。こんなのはネットの匿名でしか使えない恥ずかしい言葉と認知されてるからどうでもいい。だがあいつは陰キャとかはリアルでも普通に言うやつ見るから厄介。陰キャ、陽キャ、こんな言葉使うのはアホしかいないだろ。陰キャとかドキュン用語が一般層にも浸透して今は普通に使うよ。女でも職場で使うやついるわ。弱者男性、女性差別。どうでもいい、弱者男性、黒人差別。むしろ黒人が差別してる側だろ。弱者男性、LGBT? はい、利権利権。弱者男性、うわぁ、弱者男性って言われたぁ、ルッキズム、チーグー呼ばわりされたぁ、許さない、オタク差別、差別だぁ、メガネ愚者、最近こういうやつ増えたよな。愚者は経験から学ぶとも言うしな。その言葉はビスマルクが政敵を攻撃した言葉で、現実の無策から目をそらさせるためのもの。ちゃんと知ってる人は使わない。ひどいレッテル貼りだな。当人は以外に幸せかもしれないのに。言ってる側が誰か下に置かないとやってられないんでしょ。俺はいつでも下に立つぞ。任せてくれ。こういう男女論は本当にナンセンスでクソで有害だわ。少なくとも今行われてる戦いはひとまず下の世代で決着つきそう。男女平等教育を受けて本気にした下の世代の男が男女平等パンチ、比喩、落ちで打てるようになってきてるから。その辺で今の女性の社会進出の揺らぎはとりあえず決着しそうな気がする。そやまあチーグーって言われてる奴の見た目はどう見てもダサいから弱者男性ではあるんだろうけど弱者男性のハードル低くない？髪型をゴリゴリの2ブロックに変えてコンタクトにしたら見た目は強者男性に変わるだろ。4点、これがコンタクトきついて。コンタクトきついならせめて髪型だけでもなんとかしろよと思う。チーグーとか言われてる奴のか髪型は明らかにダサいしやぼったいからな。メガネもカラー入れるとかフレームを変えろよと。
なんとかすると言っても何のためにだ？基本的にもう女性に好かれてどうのこうの目論む年齢ではない。しだるまの縛りにバッキバキに白髪混じりの髪セットして誰に許されるということもないからやらないぞ。真面目に生きてる日本人を蔑んでどうすんだよ。どうせなら不法滞在してる奴らを。奴隷を蔑むのは普通だろ。いちいちチーグーチーグー言ってる奴がチーグーだよな。これだとそう思われても仕方ないかもな。条件が広すぎる上に男性限定なのも。女が使うキモいの別表現くらいに思っておけばそんなに間違ってない。結局これをずっとやり続けてるだけなんだよな。流行り廃れでどうせまた新しいのが出てくる。時代の流れに反してるから非モテ男差別は OK のいびつさがどんどん際立ってきてる。 25% はないわ。中高年生時代を思い返すとわかるだろ。クラス2に3人程度だからチーグー率は全体の 5% 弱だ。氷河期世代まではやたら多かった。でもほとんど結婚できなくて、今はそれぐらいかもな。チーグーのあの絵って誰かを揶揄したものじゃなくて自画像やったんか。元絵描いてた人が嘆いてたわ。弱者男性、中年男性、氷河期、この辺はいくら叩いても OK って雰囲気が日本にはあるからな。嫌なら日本から出ていくしかないな。バカは平気で差別できるからな。ある意味すごいわ。別に属性の話をしているだけであって差別でもないしバカにしてるわけでもないよな。ギャル系とかと同じカテゴリー。普通にバカにしてるぞ。ブサイクでよろくて冴えないキモい男のことだから。それはお前だけだろ。差別してるのはお前だけ。いや大多数がそうだから。記号的にチーグーって言葉を使ってるやつなんていないよ。小道寺、チーグー、弱者男性、陰キャ、ネクラ、オタク、これら属性は皆同類であり全ていじめのターゲットとして存在する。全部属性の話なんだけどな。それらが差別されてると思うってことは劣等感を感じてるだけやん。オラオラ系とか言われる人たちが差別だとか言ってるか？いやそれらの層は普通にいじめの対象になってきた。ないない、オラオラ系はビビられる対象だよ。ウェイ系やパリピのハングレバン。いやオラオラじゃなくて陰キャとかオタクとかチーグーとかそっちの方な。陰キャとオタクはヨガチーグーなんてもうしご。どこがだよ、絶賛使われてるっての。文章でも漫画でも見ない、リアルではもっと見ない、ネットでもごちゃんの行為をすれしか見ない、誰も知らないから。三条って元自衛官だよ。金がなくて大学諦めたが勉学優秀やったとか、氷河期世代だけど、優秀ってそれがせじゃん。消防署を目指して落ちたから筋トレしてるよね。これと同じように女性叩きしたらアウトなのに、男はセーフなの。それこそ差別国家と言っていいだろ。声を上げて叱るべき団体を作って抗議しないごとにはな。まあそのうちなるじゃね。今は無法地帯やな。女も化粧を取ったらみんなチーグーという書き込みも見たことあるぞ。見た目だけの話ではないので。女はブスという永遠の使いでのいい言葉がある。これも50年ぐらいしか歴史がないとは思うが、女は愛嬌。これは昔から言われてるけど、影の裏が全てをダメにする。これは真理。チーグーって言葉を気の間として使っている人間が一番チーグーしてるって皮肉なんだよな。他者をバカにするネタに飛びつく、ネットの最下層まではいかないけど下の上ぐらいの連中。正確には弱者男性のことだからな。自分を高めるんじゃなく、自分より下を探して安心しようとする。そりゃ弱者になるよねと。明確にヒエラルキーは存在するぞ。いくら金を持ってようがイケメンだろうが、未婚の中年に差し掛かると自己物件化するし、ドキュンが反社会的なことやって社会に迷惑かけてるのに対して、チーグーと言われる人たちは別に悪いことしてないからな。チーグーなんて言葉使ってたらそいつの方が白い目で見られるぞ。何にも役に立たない人たちだからだよ。ドキュンは建設現場とかマグロ漁船とかで大活躍。最近のドキュンは肉体労働もできないよ。現場で若い人を見なくなったろ。よく見るのはイベントなどの短期設営の軽作業だけ。都心で働いてるけど建設現場は若い兄ちゃんが多い。少子化で昔よりは少なくなったけど。社会進出させろというから男と同じように働けと言ったら差別。マジで女は何がしたいのよ。ちなみにチーグーってカテゴライズ始めたのは男なんだわ。うむ、出自は男で、現在多用してるのは女って感じの単語。かつて侮蔑されてたオタクが明るくなってきたらいじめの対象にならなくなったように、チーズ牛丼クーオフ会とか各地で大々的に開くようになってきたら自然と侮蔑ブームは消えると思うよ。オタクが明るくなったというより、一般人が参してきて同質化したって感じでしょ。自分と同じ属性は悪口になりにくい。オタクがやり玉に挙げられたのは半分くらい、宮崎努のせいじゃない？実際は宮崎努はアニメオタクって感じではなかったらしいが、もう半分は当時のオタクがいわゆる今で言う、弱者男性的な陰キャ、劣った容姿の人が多かったからで。宮崎努事件で叩かれて問題になったのは、ホラービデオとロリコン、ガンダムが叩かれたとか、ドラゴンボールが叩かれたわけじゃない。なのに、ロリコンが、アニメが叩かれたと論理をすり替えた。当時のマスコミがそんな詳細に報道できるの。どうせアニメを、丸ごと批判してたんじゃないの。
Y36 歳童貞やが弱者男性になる ?36 歳のおじさんだとよほど若く見えない限り問答無用でチーグ。童貞臭いって女がよく言うけど、本当にわかるからな。日本の女が理系に弱く売春婦が多い理由だよ。毎朝やりすぎに出し並みで知識を入れる時間がない。海外の女はほとんど男、人にどう見られているかなんて気にしてないし、日本は男も女化してて気持ち悪いね。女からしたら理系のチーグなんて真っ先に見下す対象だろ。あいつらは DNA で悪そうな男にから気し弱い。でも結婚となると話は違ってくる。子供の頃陽キャと呼ばれてた人もバイトや派遣で稼ぎがなければ、結婚の候補にもならない。でも、子供がチーグになるのも嫌だし。やっとオタク差別がなくなったのに、チーグに当てはまってまた差別される。みんなアニメ見るからこそ別の言葉が必要になる。新しい言葉を声に流行らせる理由がわからん。個別に私はあの何々さんが苦手ですでいいだろうにな。ネットの向こうにおる男性を攻撃するのに適した言葉なんだろ。定義が曖昧だから。欲求不満を募らせた女が男全体を攻撃するときによく使ってる。定義が曖昧だから攻撃語としての質は低いんだよ。上級国民なんて誰に憎悪を向けるべきかはっきりしてる。結局蔑んで煽るマーケティングがもう時代遅れになってるのに、未だにそれにしがみついてるマスコミや代理店がいるってことだな。ね、多分もっと流行れば、チーグって言われない学部はここだ。とかさ、このエリアがチーグ息子を育てないとかいろいろプランあったんだろうね。案外息子もその母親も乗ってこなかった、と。でもダサい量産型理系大学生ってこんな感じだよな。安い1000円カットで切ったみたいなダサい前髪たらしたセットしてない髪型。どこで買ったの?っていうダサい黒縁メガネ。あとはそこにダサいシャツとチノパン合わせたらマジで電車でよく見るイケてない学生だな。まあ明らかに女側にモテなさそうだから弱者男性か。みんなと同じことをしなくてはならないに惑わされる人は理系に向いてないからだよ。新しいセンスとアイデアが求められる。そこで新化粧品、新下着、新美容整形技術が生まれている。カモから金儲けして毎度ありと感謝している。いや理系大学生でもちゃんと髪型も服もメガネも整えてるやつはしてたよ。むしろその発言は理系をバカにしとるがな。まあ確かに文系の華やかな連中よりかはダサいのが多かったけども、大半は単にめんどくさいってやつが多かっただけに思う。これ以来チーズ牛丼頼めなくなったわ。こんなん気にしてネギ玉牛丼にするようなやつこそやばい。生まれてから死ぬまでずっと差別される人生にされた。みたいな全方位いじめられっ子がちゃんと発言できるもんな。リアル世界でいじめというか生贄がなくなることは構造的に無理なんだから。あとはどれだけネットで充実できるかを支援した方がいいんじゃね。低スペックなのをバカにされるにはしょうがないだろ。じゃあ他に誰をバカにすんだよ。俺のどこが低スペックなんだよ。普通に生きてたら誰もバカにしないわ。この国の先人らにも、お前さんと同じ発想があってな、首脳交渉の下に否認の身分を。作ってストレスを発散させていたな。この国の低い曇り空見上げて、ため息また一つ。柏原芳恵さんで。否認はもともと仏教用語で非凡な人とか天才の意味やってんで。だから、藩によるけど、医者や官主などが否認やったんやで。それがいつの間にか、人にあらずに置き換わってしまった。得たわ、最下層やけど特権もあったんだよな。天皇に謁見できる最下層民ってなんやろ。そんな底辺言葉使ってたら自分も同類になる。それが狙い、放火魔と同じ、弱者を作って、それを助けるというスタンスで、勝ち組搾取する側や政治家が利用するだけ、世の中そういう仕組みになってる。イメージだけで勝手にカテゴライズされるからな。マジでそれの最悪なところは、それに甘んじて、俺さあコミュ障だからあいんちゃ、チーグだからと言って逃げ出すこと。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、50分、50秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか?ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。